ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。寒い季節にはちゃんこ鍋が一番よ。ああ、栄養満点で体も温まるよな。特に相撲を見ながら食べるちゃんこ鍋が好きなの。霊夢は相撲が好きなんだな。テレビで欠かさず観戦しているわ。かつて歌舞伎や吉原と並んで三大娯楽の一つと言われた相撲の歴史を知ってるか？確か、江戸時代の中頃に相撲のルールや興行形式が確立されてたのよね。ああ、力士は火消しや与力と共に、江戸の三男と呼ばれるほどの人気だった。相撲取りの錦絵だって飛ぶように売れたそうだぜ。江戸時代の相撲はどうやって国民的な娯楽として人気になったのかしら？よし、じゃあ今回は江戸時代の相撲事情について解説していくぜ。ごっさんです。それでは今日もゆっくりしていってねー。相撲の起源としては、古事記、日本書紀の中の力比べの神話や、宿根、気早の天覧勝負の伝説が挙げられる。確か、長い戦いの末に、気早がこの試合で命を落としてしまったのよね。さすが相撲好き、よく知ってるな。その後、相撲は、朝廷の儀式や農耕儀礼における神事として行われるようになる。豊作を祈ったり収穫量を占う行事だったのよね。それが奈良時代になると、宮廷の儀式となった。天皇の前で相撲を取る、天覧相撲、ね。さらに鎌倉時代になると、相撲は武士の間で組技の武術として普及していく。その頃には武術としての相撲が流行るのね。室町時代や戦国時代には、各地方に職業相撲集団も発生し、地方巡業も行われた。確か、あの織田信長も相撲が好きだったのよね。ああ、新朝後期にも信長の相撲好きは記されている。安土城に各地方力士を集めて上覧相撲を催し、勝ち抜いた者を家臣として召し抱えたほどだ。相撲で勝つことは、強さの象徴だったのね。江戸時代になると、浪人や力自慢の者の中から、相撲を職業とする人たちが現れ、大阪や京都、江戸をはじめ、各地方で勧進相撲が行われるようになる。勧進相撲って自社の建立や修繕費用を集める名目で行われる相撲だ。これは、自社奉行所の許可を得て行われる興行で、相撲を通じて見物人たちから寄付を募った。偉い人たちの楽しみだった相撲が、庶民も見ることができるようになるのね。勧進相撲は江戸でも盛んに行われたんだが、慶安元年に相撲禁止令が出されるんだ。どうして当時の勧進相撲は、質量浪人や腕自慢の武士、町の無頼漢などの荒くれ者が多かった。まあ、それはトラブルも起きかねないわね。ああ、喧嘩や流血沙汰が多かったため、治安維持に影響を及ぼすと幕府が判断したんだな。それは仕方ないわ。勧進相撲のような相撲興行だけでなく、庶民が道端でやっているような辻相撲も禁止にした。あら、庶民の遊びまで取り締まったの？その後約30年ほど禁止されたが、状況元年に勧進相撲が再び行われるようになる。安全な相撲ができるのかしら？この時に、喧嘩や口論などの原因が排除されるよう、ルールを整えていったんだ。なるほど。その中でも重要なのが、土俵だ。それまでは土俵がなかったの？ああ、江戸初期の相撲には土俵がなく、一方屋で勝負を決めていた。一方屋って？相撲場の周りを力士が囲んで、その中で相撲を取り、相手を人垣の中に押し出すか、地面に倒すことで勝敗を決めていた。勝負の決め手も曖昧でトラブルや喧嘩になるわけだわ。そう、勝敗がはっきりわかるようにと、土俵が作られたというわけだな。ふむふむ、この土俵の登場によって、相撲の面白みも増すんだぜ。あら、どうして？小さな力士が大きな力士を倒すことが増えたんだ。私も小柄な力士を応援したくなるの。力だけじゃなく、技も必要になってくるから、盛り上がってくるのよね。そう、そして四十八手という決まり手も生まれた。競技として洗練されてくるのね。勝敗も早く決まるようになって、多くの人々が相撲観戦を楽しめるようになったな。庶民の娯楽として確立するわけね。宝永の時代には、相撲は肝心目的から営利目的の興行として行われ、観客から木戸戦と呼ばれる入場料を集める方式へと変わっていくんだ。その相撲興行の形式はどうやって確立されていくの？確立したのは江戸時代の中期以降だな。もともと江戸では年3回から5回ほど開催されていたが、春と秋の2回の開催が定着した。どのぐらいの期間開催されていたの？興行日数は6日から8日と様々だったが、安永6年から本場所は晴天10日になった。どうして晴天10日なの？当時は野外興行だったんだ。なるほど、雨の日は中止になるってわけね。ああ、天気や自社の都合で、晴天10日をこなすのに1ヶ月かかることもあったそうだ。ん？自社の都合？ああ、自社の助成という名目で興行が行われたので、自社の中で行われることが一般的だった。そういうことね。深川八幡、江光院、蔵前八幡、芝神明など、各自社でそれぞれ行われていた興行は、天保3年から両国の江光院に固定された。あら、どうして江光院が選ばれたの？人通りが多くて最も集客力があったんだな。江戸の人たちは、どんな風に相撲を観戦していたのかしら？これは両国の江光院で相撲興行が開催されている様子だ。あ、相撲を取っているのが見えるわ。
ああ、境内には吉ずばりの相撲小屋が設置された。吉ずばり？吉の茎で編んだすだれで囲った小屋だな。上りがたくさん立ち並んでいるわ。この時代からあったのね。そして、エコー院の入り口には高さ16メートルほどの櫓太鼓が組まれている。わぁ、4階建てのビルぐらいの高さがあるのね。紅葉のある朝には寄せ太鼓が、取り組みが終わった時には羽太鼓が叩かれた。賑やかになるわね。櫓太鼓は、相撲の町、両国を象徴する存在として定着したぜ。今も見たことがあるもの。歌川広重の名所江戸百景にも書かれるぐらいだ。歌川広重って浮世絵の人ね。櫓太鼓の下には紅葉に関する番付表が設置されていた。真ん中に書いてあるこの文字は何？ああ、ごめんこうむると言って幕府公認の相撲紅葉であることを意味しているんだ。へえ。相撲小屋の近くには札場がある。札場？ああ、ここで入場券である木戸札を購入する。行列ができているわね。木戸札を買ったら、相撲小屋の入り口で係員に木戸札を渡し、木戸をくぐって相撲小屋に入場するんだ。あら？随分木戸が小さいわよ。みんな入るのが大変そう。ああ、あえて身をかがめて木戸をくぐらせ、観客に相撲小屋という特別な場所に入ることを意識させるためだったと言われている。エンターテイメント精神が溢れているわね。これは相撲小屋の内部だ。ふむふむ、真ん中に相撲場があるのね。丸型の二重土俵が設置されているな。そして、土俵の四方には四つの柱がある。今では柱がないけど、当時はあったのね。あ、柱の色が違うのは、今の相撲の草の色が違うのと似ているわね。ああ、黒は北の方角で玄武、赤は南の方角で朱雀、緑は東の方角で青龍、白は西の方角で白虎、と、指針を表している。そうよ、もともと相撲は神事だったものね。取り組みが行われる時には、柱の下に4人の審判が座るんだ。ほんとだ。ってあれ？柱に刀みたいなものが刺さっているわよ。ああ、力士同士が熱くなりすぎて揉め事を起こした時、柱にある刀を抜いて間に割って入ったんだ。ひぃ、客席は、土間席と桟敷席の2種類があるぜ。1階の席と2階の席があるのね。土間席は土俵周りに設けられた1階席で、可能な限り客を詰め込む形式だ。確かに、優遇に詰まっているわね。料金は200文前後が相場で、主に一般庶民が利用していた観客席だな。あら、土俵に近い方が庶民の席だったの？桟敷席は土間席を囲うように設けられた席で、土俵上の取り組みが見やすいように一段高い場所にある。確かに、こんなに観客がたくさんいたら、土間席だと見づらそうね。桟敷席の料金は3000文前後で、主に富裕層をターゲットにした観客席だ。まあ、10倍以上の値段の差があるのね。桟敷席では、場内の相撲茶屋で酒や料理を注文し、飲食しながら観戦することもできた。特別な席だから桟敷席の方が高級な席なのね。収容人数は、土間席が8000人から9000人、桟敷席が1000人から1500人とされている。じゃあ、満員で入ったら1万人弱の観客がいたわけね。ちなみに、女性は本場所の相撲を見ることができなかった。確かに、ここにも女性は書かれていないわ。女性の相撲見物は、花相撲と呼ばれた稽古相撲や神前相撲に限られていた。じゃあ、当時の女性は相撲にあまり興味がなかったのかしら？いや、女性の相撲人気は高く、当時の噂話を集めた吉野蔵氏によると、牛込神楽坂で興行された花相撲には、女性が殺到して大盛況だと書かれているぜ。まあ、女性も楽しめていたようでよかったわ。そして、江戸時代の中期から後半になると、相撲部屋の制度や興行形式が確立される。この頃には相撲部屋もできていたのね。ああ、現在最も歴史が古い伊勢の海部屋は、江戸時代に創設されたんだ。へえ、すごいわね。こうして相撲は、江戸を代表する娯楽へと発展していく。相撲の人気はいつ頃がピークだったの？天明年間から寛政年間、つまり1781年から1801年頃だな。どうしてその時期だとわかるの？その理由は3つある。あら、何が相撲ブームを巻き起こしていたのかしら。一つ目は、強豪力士が現れたことだ。今でも強い力士が現れると、日本中が相撲ブームで盛り上がるわよ。特に人気だったのは、谷風梶之助と小野川喜三郎だ。さすがに聞いたことはないわね。どんな力士なのかしら？まず、谷風梶之助は、仙台藩のお抱え力士で、身長189センチメートル、体重161キログラムだった。それは恵まれた体格ね。ああ、江戸時代の庶民男性の平均身長は 157.1 センチメートル、体重は 50.0 キログラムとされているからな。力士になるために生まれてきたようなものね。彼の相撲のスタイルはパワー重視で、63連勝という偉大な業績を残している。63連勝？あの白鵬賞と同じ63連勝の記録を持っているなんて。もう一人の小野川喜三郎は、久留米藩のお抱え力士で、身長176センチメートル、体重116キログラムだった。こちらは少し小柄な体格ね。彼の相撲のスタイルは技巧を駆使したもので、谷風の連勝記録を63で止めたのも小野川だった。え？
まさか谷風に勝つなんて、その取り組みはさぞ盛り上がったでしょうね。谷風と小野川のライバル争いは注目を集め、勝敗が決まると江戸中に広まったそうだ。当時の相撲を見てみたいわ。そして二つ目は、寛永三年に11代将軍家斉による上覧相撲が行われたことだ。当時の最高権力者である将軍が上覧するってことは、幕府お墨付きの娯楽ってことよね。ああ、相撲人気はますます高まったな。上覧相撲の結びの一番は谷風と小野川の対決だった。おお、それは江戸中が注目したに違いないわ。この時の勝敗は、小野川が、待ったをかけて決まった。ああ、谷川の気合勝ちだったのね。この軍配は、双方の藩のメンツを立てた名采配と評されたそうだ。仙台藩と久留米藩、それぞれを背負って取り組みに挑んでいたのね。最後の三つ目は、古今無双の力士が現れたことだ。え？谷風や小野川を上回る力士がいたの？ああ、雷電為右衛門が彗星のごとく現れたんだ。彼もどこかの藩のお抱え力士だったの？ああ、松江藩だ。そして、彼は身長197センチメートル、体重169キログラムと、超大型の力士だった。いやー、現代の力士と比べても得たいよ。幕内の通算成績は、254勝10敗、44連勝という記録を持っていた。ってことは、264試合中254勝だから、勝率9割6分ってこと？すごすぎる。現代の力士と取り組みの数が違えど、これまでの力士の通算勝率ランキングでも第1位だ。白鵬よりもすごいのね。ちなみに白鵬は、1187勝247敗で、勝率は8割2分だな。なるほど。ライバルだった柏戸宗五郎との対決は、何を七に入れても見る価値があると言われたほどだ。それほど江戸中が熱狂していたのね。相手に怪我をさせる恐れがあったので、張り手、鉄砲、勘抜きの3手は封じ手だった。そんな逸話もあるぐらいだ。いやー、そんなに怪力だったの。まあ、史実の裏付けはないので、噂の勢いでないがな。現代の力士と取り組みしたら結果はどうなるのかしら。ちなみに、雷電為右衛門は横綱になっていないんだ。え？そんなに強いのにどうして？当時の横綱というのは階級を表すものではなかったんだ。じゃあ一体何だったの？横綱という白い麻で編んだ太い締め縄を締めて土俵入りする資格のある大関を指した。みんながみんな横綱を締めれたわけではないのね。ああ、将軍の上覧相撲の際に横綱免許が与えられた。さっき出てきた谷風梶之助や小野川喜三郎はその資格を持っていたの？ああ、もちろん。上覧相撲の時に横綱を締めて土俵入りしているぜ。それでも、雷電為右衛門はその資格を持っていなかったのね。その理由には、本人が辞退したなど、諸説あるが、はっきりとは分かっていないんだ。そうなのね。じゃあ最後に、幕末に力士たちが活躍したエピソードを紹介するぜ。まあ、何かしら？嘉永6年ペリーが軍隊を率いて浦賀来航し、幕府と条約締結交渉が始まった。あ、有名な黒船来航ね。第3回の交渉が行われた際、アメリカ側へ贈呈品とともに軍艦用の食料が送られた。どんなものを送ったの？すずり箱やモンチリメン、刀などだ。じゃあ、軍艦用の食料は？ああ、米200俵に、鶏300羽などだな。1俵 60kg だから、12トン。その米俵を軍隊に積み込む時に活躍したのが力士たちだ。その時代、クレーン車やフォークリフトなんてないものね。東の大関、小柳常吉ら61名の力士たちが活躍した。そうは言っても、アメリカ人だってすごかったんじゃない？いや、アメリカ人たちが2、3人でようやく1俵を運ぶ中、力士たちは2俵の米俵を持ち運んだとされている。いやー、すごいわね、アメリカ人もびっくりだわ。2俵の米俵を両手で持ったり、肩に担いだりしたんだ。そりゃアメリカ人も驚いただろう。かっこいい、軽々と運ぶ姿が目に浮かぶわ。特に、身長206センチメートル、体重約152キログラムの白眉美比大門はアメリカ人の度肝を抜いたとされているぜ。何をしでかしたのかしら？なんと、一度に8つの米俵を持ち運んだんだ。一度に8俵ってことは、240キログラム？信じられない。力士たちが活躍した場面は、何種類もの瓦版が売り出された。瓦版って今でいう速報、号外みたいな感じよね。ああ、江戸の人々から多くの賞賛を受けたんだ。そりゃそうよ、アメリカ人に力を見せつけてくれたんだから。力士は強さの象徴だったからな。昔から力士はみんなが憧れる存在だったのね。さて今回は、江戸時代の相撲事情について解説したが、どうだった？江戸の相撲がどれだけ人気があったかわかったわ。実際に当時の相撲も見てみたいよな。それに現代の相撲が確立された背景もよくわかった。昔の力士の強さもわかっただろう？そうね、現代の力士と取り組みをしたら、一体どんな結果になるのか、妄想が止まらないわ。霊夢は本当に相撲が好きなんだな。さて、江戸時代の力士を想像しながら、相撲の続きでも見ようっと。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。